お疲れ様です。パストラルです。今回は少し前になりますが、ゴールデンウィークに吉野観光してきた様子をお届けします。まあ吉野といえば桜で全国的に有名ですが、その桜の季節は非常に混み合うので、少し時期をずらして観光に出かけることにしました。桜の時期ほどではないですけども、ゴールデンウィークということもあって人は多めでしたね。それではパストラル夫婦の花より団子吉野観光編スタートします。ないとこにですよ。今度登ってみよう、でもドーナツ坂違う。今はゴールデンウィークで車が多いけど、普通は多くないよ。怖いやん、おかげでできたんですよ。こんにちはっていう、どちらまでっていう。どうせって誰の歴禁止、誰の歴禁止っていう。ここ下千本駐車場はこの周辺の常設駐車場で最も大きい駐車場になってます。通常は無料なんですが、桜のシーズンからゴールデンウィークまで、また紅葉のシーズンも有料になるようです。金峰山寺から少し離れた駐車場にはなるんですが、まあどの道この季節は交通規制で車両乗り入れができないので、いろいろなお店を眺めながら歩いて向かうことにしました。ここはしんどそうだな。全部チャリ基準。いよいよこの日のお目当ての一つ、吉野本葛を使った無添加無着色の葛切り葛餅が食べられる中井春風堂さんに到着しました。一度来たかったんですよね。現地での完全予約制で、時間になると自分たちが食べる葛切り葛餅を目の前で作ってくれるお店です。これ皆さん今から食べる葛って言います。でこの吉野は非常に葛が有名な産地です。で実際多くのお店が葛を取り扱ってまして、いろんな料理やお菓子にね、葛が使われています。やっぱこうやって吉野来たらね、美味しい葛を食べようと思うじゃないですか。で多くのお客様がいろんなものを買ったり食べたりされてる、非常にありがたい葛なんですが、ちょっとそんな流れの中で僕なりに残念だなと思ってることもあって、それはほとんどのお客様が共通されてますけども、皆さんこの本場吉野まで今お越しいただいて、
せっかく美味しいくずが食べたい、そんな気持ちになってるのに、なんと皆さんこのくずのことよく分かってないんじゃないですか。くずってそういうことって分かってから食べるでしょ。くず食べてるって思います。このテンションを上げていくという実演ですね。いろんな話とともにやっていきましょう。ではまずこれ、僕が使うくず、これは本くずと言います。で、くずが何なのかというお話は後ほどします。まず皆様に全ての材料をご覧いただきたい。このくず餅とくず切りが何でできているかということなんですが、まず今入れているのはただのお水。これはくず餅もくず切りも一緒、まずはお水ですね。全部で5つお作りしますので、全てにお水を、はい、入れました。それではですね、まず僕が使う材料のお話なんですけども、以上です。シンプルさですよ。まだ水だけやんってことです。水だけで作ります。なのでくず餅とくず切りの違いはお水の量。水が多いか少ないかは柔らかいか硬いかですよね。水が多い方をくず餅にします。水が少ないのをくず切りにします。なのでくず餅を食べるとふわふわっと柔らかい、でくず切り食べるとそれよりはるかに弾力が強くくる。水の量を変えたら硬さが変わるってことですね。そしてお水の量を変えましたので、硬さは変わってますけど、食べたら分かりますが味は一緒です。どっち食べてもクズなんですね。はい、分かりやすい。これ緑色全部クズです。ひどい雑草ですよ。もう生えてる量が普通じゃない。日本中でこんな景色を作ってて、もう高速道路なんかしたら右も左もくず絡んでるんですよ。でこれが原料なんですが、問題はこの植物のどの部分をどうやるとくず粉になるかというと、いよいよここです。これは木じゃない、根です。根っこを育てている。でくずは多年草なので、必ず一度冬場に枯れます。夏場にたくさん葉っぱがあって、植物は光合成をします。作った養分とか力を根っこへ持っていって、地上が一回冬枯れます。この時に根っこは生き残り、次の春に芽が出る。でまた夏生い茂りますけど、冬には枯れます。それを繰り返すことで根っこを成長させる。10年も20年も生き続け、立派な根っこってね、1本2、30キロぐらいになりますから、すごい力を持つんですね。その根っこの中にあったんです、このでんぷんってことですから、今から皆さんが食べるものはそこら中に絡みついているクズっていう植物の根っこから絞り出したでんぷんだったということなんですね。この2つって違うクズなんですね。これしっかり覚えててください。よく見ながら買ってください。本って感じがついているクズこと、ついてないクズがある、これに気づくはずなんですね。これ本クズって書いてあったら高いですよってことです。で吉野くずって3文字のものはもともと安く提供するように加工してできてるんですね。で必ずくずには高い方と安い方がありまして、どっちがいいですかってなるわけですね。選ばねばなりません。違いを知っておきましょう。なんで吉野くずが安いかと言いますと、そちらは半分芋が混ざってますってことなんですね。こう芋を混ぜたものも作って一緒に扱うということになってるんですね。もともと100しかないですけどね、まあ、高すぎたんでしょうね、ちょっとね。ちょっと安いものをということで、芋が混ざってるものもみんなで作って販売していこうってなったんですね。で、芋を混ぜたら必ず吉野くずという名前で書いてあるんですね。で、混ぜてませんってことが分かるように 100% のものだけを本くずという名前で扱う。これがルールなんですね。お店を変えても変わることがない地域のルール。必ずくず粉は2ついます。クズが2つあるということは、クズを使った料理やお菓子は全てどっちかのクズでできているわけですから、これから皆さん買い物するとき、そこを見ないと高いと安いが全てにきます。同じクズ餅でもこの子とこの子では結果が変わるんですね。で高い安いがそのままきますから、だいたい値札で分かったり本っていう漢字がついてたり分かるようにはなってますが、違うということを知っとかないと選ぶことすらしないから、うまいまずいではないですが、この2つは違う性質を持っていますから、しっかり意識をしておいてください。見事な透明感ですよね。一瞬ですもんね。しかもね、作り方が変わってる。加熱の仕方が特殊。
くず切りは熱湯を使った2段階式の加熱になっているんですね。もちろんね、いきなり沈めてしまうと流れ出ますから、これ一旦ね、固まるまで湯煎で待ってるんですね。で、固まったのを確認できたら沈めるだけなので、もしなんか代用する道具が家にあればできます。ただクズがお水を吸い上げる、この過程でどんどん弾力やツヤが出てきますから、不思議ですね。なくなると困るんです。はい、くっついた。すごい、まるで実験かよって作り方ですよね。やばいでしょ、これは美味しそうですね。カンカンだ、入ってますよ、これちゃんとここに。これ見えないですけど入ってるんですね。で、なんでたった10分しか持たないかというと、早く食べないとまた離れてくるんですよ。ずっとは無理なんですね。これは全て温度の関係ですから、冷たかったらでんぷんと水は絶対一つにはなりませんと。ところが熱いって感じたら一つになったんですね。ただ残念ながら、でんぷんと水が一つになるっていうのは熱い時だけ起こる現象なんですね。で、今から温度は下がってきます。当然冷えます。冷えてしまったら共存なんかできないわけですから、このまま分かれていくんです。水がいらん、水がいらん。そしてどん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 元へ戻ろうとする、この現象が起こってくる。これが無添加なんですね。で、ちなみに結果的にどうなるかというと、せっかく手に入れたお水を失ってしまって、くず粉は元の姿に戻ろうとするわけですから、単純にこれを冷やせば30分もあれば真っ白に戻ります。へー、あ、興味があったらゆっくり食べたら、それはそれで白なってきてるぞおいってなりますから、それは自然に水が減っていてるんですね。そうなってから食べると正直あんまり美味しさとしては良くない。お水を持ってる間に食べるんです。これはくずが透き通ってる時に食べるんですね。数分しか持ちませんから。だからこの子は土産物には絶対ない。水だけが無理なんですね。どうしてもお砂糖とか増粘剤とか使わないと離れてしまうんですね。だから作り置きすら許されませんので、僕の店ではずっと朝から4人前から5人前の量を作り続ける。ひたすら作り続ける。いっぺんにやることもできませんしね、作って置いとくなんてことはできませんから、やっぱりできるだけね、綺麗なくずに出会っていただきたい。スピード勝負ですよ、これは。早く作った方がうまいんですね。水を失わさないように綺麗なまま仕上げまでいく、これが僕の仕事ですから。前振りは少々長いですけども、作る時間を短くしたかったんですね。一番綺麗なくずに出会ってください。この瞬間ですよ、やっぱり。ほら、綺麗ですよね、この透明感ですよね。これがまあ最高鮮度ですから。で、これを最後に切って仕上げていく。なかなか見ることもないかもしれませんが、くず切りというお菓子の名前はもともとくずを切る、この風景をくず切りと呼んでいるわけなんですね。名前は非常に単純でございます。で、最後に1点なんですが、最後はお菓子のイメージで、ちょっとね、夏向けのイメージが強いですね、くず切り特にね。で、今日もこう暖かくなってきたんで、まあ、冷たいものを求める方が当然多い。で、どの店行ってもくず切りは夏場の涼菓として氷水でしっかり冷やされている、これが一般的。確かに美味しいくず切りだとは思うんですが、僕は無理でして、透明感を守ることが全てですから。でんぷんと水っていうのは温めたら一つにくっついて、冷えることによって分かれていきますということが分かっているのであれば、僕としてはくずは絶対冷やしたくないので、結論ですが、このボールもお湯です。これは水じゃないから冷えないんですよ、ここではね。冷やさないということで10分なんとか透き通っててもらおうというやり方だったんですね。夏場に来ていただいても僕の店は冷たくはしない。と言っても冷たいのは美味しい、それは美味しい。だから冷たいっていう美味しさと、くずのそもそもの美味しさはやっぱ違うんですね。冷たいと透き通ってるは絶対一緒には出てこない。僕は真夏でもあったかいまま出そうってことですね。くずはやっぱりね、僕は優しさですね。このぐらいちょっとあったかいぐらいのくずの方が食べた時にね、ふわっと優しい。で、何より感じてもらいたい甘み、これが出やすい。でんぷんというのはね、だいたい噛んだら甘いって感じるものでね、ご飯もパンもそうです。でもあったかい時の方が甘さは強く感じます。
どうしてもね、冷やしすぎるとそっちへね、意識も流れてしまいますし、こう唾液で分解がしにくくてね、甘いって感じなくなる。そうならないように、ちょっとあったかいなって思うぐらいの方が、やっぱりクズ自身はね、甘く感じますから。ということでした。長い話でしたね。お付き合いいただいてありがとうございました。すみだからゆっくり味わってください。ありがとうございました。どうぞ店内の方へお進みください。本当に綺麗なクズですね、うん、優しい味がしました。非常に美味しかったです。中井春風堂さんのくず餅とくず切り、美味しかったですね。吉野に来たらぜひ食べてほしい。くず餅くず切りですね。くずだけではさすがにお腹は満たせないので、帰り道にお団子屋さんでお団子を購入することにしました、うんうん、そうね、焼き餅2つ焼き餅2つと1個ずつと五平餅1つ、うん、でお団子の他に行きがけに目をつけていたこのお店でアマゴの塩焼きを購入することにしました。アマゴを1匹ください。よくご存じやな。あのものご存じな方はな、説明せんでええから。あ、すいません。楽ですわ。鮎、はい、はよく見るんですけど、アマゴは珍しかったのでアマゴにしてみました。さて、桜の時期じゃなかったんですが、吉野をぶらっと散策してみました。この季節は桜ほどの華やかさはないですけども、新緑の緑が鮮やかで綺麗でしたね。で、なんといっても吉野本くず美味しかったですね。次回また吉野に来た時は立ち寄りたくなるほどの美味しさでした。では今回の動画は以上にしたいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。また次の動画も見ていただけると嬉しいですね。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。その前に